原監督が2回無失点の先発を交代した結果、両軍無得点で迎えた3回、近本と中間の連打、森下の四球で無四満塁となると、巨人は先発横川に代えて2番手松井を送り込んだ。大山は空振り三振に倒れるも、佐藤輝明が3球目を捉えて右中間スタンドへ運んだ。最短で14日にもリーグ優勝が決まる阪神が、主砲の一撃で先制に成功した。はあ、原、お前さんたち、原ヘラヘラしとる。原お得意のマシンガン系統、今日も失敗。先発投手を変えるのが早すぎる。リリーフ投手が準備できていないのに横川交代、萎縮して成長できないわ。ほんと原亀監督です。投手ではなく原監督自身が早く辞任表明して交代してください。さすが阪神の犬、原のメッサイハイや11球団の監督なら我慢してた。これは明日優勝決まる流れ、甲子園であれしてまう。道頓堀は今日から大変そう。横川、松井荒は派手つぶしにかかっててさ、本塁打確信、スタンドギリギリ白紙、確信するほどじゃなくてくさ。原もすごいな。岡田監督なら横川は点取られるまで変えてないと思う。阪神もタイミングが合ってるわけではなかったし、あそこから出てくる松井もきついし。甲子園で敵将の目の前で胴上げお願いします。明日甲子園で胴上げ、まさかまさかの展開。明日あれが見えてきた、満塁弾ってドラマ。明日優勝決まりそうだな。よかったな阪神ファン、松田で少ない阪神ファンの前での胴上げじゃなくてよかったな。